星野哲夫。星野哲郎は、松本霊寿原作の漫画及び、アニメ、銀河鉄道39の登場人物。アニメの声優は、野沢雅子。永遠の命に憧れ、機械の体を無料でもらえるという執着駅の星を、目指して、メーテルと共に999号で旅をする、主人公の少年。地球生まれで、年齢は、TV 版では10歳。 劇場版一作目の時点では15歳。原作漫画劇中で具体的な時代設定などは明かされていないが、TV 版では第1話冒頭のナレーションで時代設定が西暦2221年とされていることから、TV 版に限って言えば西暦2210年から2211年に生まれたことになる。幼い頃に父、口述を失い、 女で一つで育ててくれた母、本名、かなえと二人で国賓の環境の中で少年時代を過ごす。ただし TV 版第四話などでの回想シーンでは、生前の父を含め親子三人で暮らしていた様子も描かれており、貧しいながらも幸せに暮らしていた時期もあったようだ。また、90年代後半に入って発表されたエターナル編において、鉄尾の母が実は、 第二子を見ごもっていたことが判明、過労により無理がたたって流産してしまい、この世に生まれてくることができなかった妹がいたことが、メーテルの弁で明らかになった。好奇心旺盛で、それが元で事件に巻き込まれることも少なくない。化石の星では、美しい女性の姿をした化石を見つけた鉄夫は、間近で見ようとメーテルの忠告も聞かずに、列車から外へ出た果て、 化石の選手と遭遇して、背中をけさがけに切られた上にパスを奪われたこともあった。また、メーテルや、車掌も忠告する際になぜそれをやったら、ダメなのかを言わないことが多く、それがかえって彼の好奇心を煽る結果にもなっていた。短期で、喧嘩っ早いところがあり、作中で特っくみ合いの喧嘩に及んだことも多かった。だが、そうした相手とは後に和解し、 お互いに相手を認め合える仲になった者もいる。例、酒山大陸の下山など。また、正義感の強さから悪いことなどを見過ごせない性分に、加えて他人のことを放っておくことができないところがあり。TV 版ではこの部分が原作に比べて強調されている。そのため、人によってはおせっかいと捉える向きもある。また、弱者を見捨てられない性格から、白骨の歌では、 殺人犯のお名を自ら被っている。責任感が非常に強く自分がしでかした失敗の種は必ず自分で狩るタイプである。金銭感覚にやや疎いところがあり、銀河鉄道株式会社から支給された金貨を自分が稼いだものではないからとして、火星の大シルチスの酒場の親父に金貨を全部渡そうとした際、お金を大切にするよう注意されているが、 その後に停車したトレーダー分岐点では女性にラーメンを恵んだところ他の者からも恵んでくれと言われた挙句大勢に食事をおごる羽目となり金貨を使い果たしたこともあったただし女性にラーメンを恵んだのも善意によるものであり彼の優しさから来るものであるその優しさに触れた女性もしくは人の良さにつけ込んだ女性から同居を求められることがたびたびありそれが トラブルになることも多い、泥のメーテルなど、機械の体をタダでもらえる星に行くために必要な999のパスは本来非常に高額であるため、それをメーテルからタダでもらったことには負い目を感じていることに、加え、パスをもらう条件としてメーテルを連れて行くという約束を彼女と交わしていたことから、石にかじりついてでも機械の体をタダでくれる星に行くとして、 終着駅にたどり着くまでのどんな苦労も厭わなかった。重力の底の墓場、TV 版7.8話で鉄男は、旅の途中で機械の体になる機会を得ているが、それを拒否している。また、二重惑星のラーラ、TV 版14話では、鉄男は、惑星、完全機械化で、生身の人間になろうとしていた女性の機械化人、ラーラに人格を入れ替えられる形で、自分の体を奪われ、 くしくも機械の体を手に入れることになったが、彼は父さんと母さんからもらった、この体が一番という理由で自分の体を取り戻している。原作において、メーテルの母、プロメシウムは、終着液で自分の前に赴いた鉄を、心優しい少年、歯を食い縛って歩き通す強い心を持った男の子と表し、メーテルは心の温かい子と評している。 本編中、社内で読書したり、メーテルに勉強を教えてもらったりする描写はない。列車が止まり長時間の退屈という試練を課せられた時も、図書館舎があるにもかかわらず本は、ドミノのような、お茶とするだけだった。ただしエターナル編では、鎖を壊すために熱心に本を読んでいた。重度の風呂嫌いで、ワニは歯を磨くか、ライオンは風呂に入るかを信念としており、 メーテルだけでなく、車掌にまで注意されるほどである。雪のとの岸も神を映像化した TV アニメ27話では、寒いことに加えて、母が死んだ雪の晩を想起させることから、冬は嫌いと発言している。エターナル編では風呂嫌いに加えて散髪嫌いである、ことも判明し、メーテルに再会するまでの一年ほどの間、風呂にも入らず、散髪も行わなかったために、 体中が赤とほこりとフけにまみれていた上に足元まですっぽりと覆うほどの長発になっていた。その後、機関車の中に入った時に静電気で感電したので、ようやく入浴と散髪を行った。歯磨きもあまり行わなかったが、宇宙像大ルーズでそういればになる危機を迎えたこともある。食事の思考に関して、基本的に好き嫌いはないが、 一番の大好物は人類の口の永遠の友ラーン。それも合成宇宙ラーメンなどの合成食品ではなく本物には特に目がない。またビフテキも好物で初めて999号の食堂車で口にしたのもそれであった。パンよりもライスが好き。マカロニグラタンの崩壊ではマカロニグラタンを食べながらもっと歯ごたえのあるものが好きというセリフもある。 また、出された食事はどれだけ量が多くても、すべて食べきっている。顔立ちについては、原作、TV 版と劇場版級二作では大きく異なっている、口実。背中を化石の戦士にサーベルで毛下掛けに切り付けられ、メーテルによる手術の際に本人の希望で縫い目を残したため、以後この傷は彼の身体的特徴の一つとなっている。 また作品中で切られた描写がなかった劇場版二作目の入浴シーンでもこの傷は描かれている。一作目の後の物語となる二作目では冒頭から機械家人たちと戦うパルーチザンとしてその身を投じており過酷な戦いを繰り返していたらしく戦いの最中に同様の傷を負ったと推察される。終映者のコバルト文庫による劇場版二作目のノベライズボでは 化石の戦士の TV 版エピソードが999に乗車の鉄尾の改層という形で挿入されている。宇宙海賊として名高いハーロックの友人、大山とち郎が着用しているものと同じ帽子とマントを着用し、戦士の銃、コスモドラグーンの所有者。これは、土星の衛星タイタンで出会った、ローは、劇場版では、とち郎の母、雪子とされるから、 土星者病予けのための帽子と一緒に譲り受けたもので、マントの下は赤い T シャツにブルージーンズを用している。映画第一作と二作では、マントの下に本作のみの上着、両胸にファスナーとじのポケットがある、襟付き緑色ジャンパーが付き、マントもトチロの母から一緒に渡され、ズボンの色も変更されている。アニメでは、母の形見としてロケットを所持しており、 TV 版と劇場版とでは大きく形状が異なる。TV 版では円形のデザインでエンディング冒頭でも登場している。劇場版では裏にサレコーベが描かれたカブトムシのペンダントとなっており、骨になっても戦うという誓いの象徴と永遠の命の象徴の組み合わせである。雪の版999号の駅のある地球の大都市メガロポリスに向かう途上、母は 機械白爵に人間狩りの対象として撃ち殺された、上に、その亡骸を持ち去られて白星にされてしまう。鉄尾は、母のあだちと、彼女の意志を継ぎ自ら、機械の体を無料でくれる星に赴むいて、機械の体を手に入れることを誓う。漫画及び TV 版では、母の死後行き倒れたところを、メーテルに助けられ、彼女から999のパスをもらい、共に、 銀河超特急999で旅をすることとなる。そして999で旅立つ前に、機械伯爵の屋敷に赴き、母の仇討ちを遂げる。劇場版一作目ではそれから数年後、メガロポリスのスラム街で成長した後の姿で登場。発見機で定期券を購入したばかりの機械家人のカップルから仲間と共に定期券を奪ったものの、 機械ポリスの追求から逃れる最中に、それを落としてしまう。その途中で出会った、メーテルから999の定期券をもらって、彼女と共に999で旅をすることとなり、999の停車駅、惑星、ヘビーメルダーに現れた、機械白爵の巨城時間城に赴いて、あだちを遂げる。当初は、母の意志であった、機械の体を無料でくれる星に行って、 機械の体を手に入れるという目的に固執していたが、道中の様々な星での出会いと別れ、様々な体験を経て限りある命の尊さを認識することとなり、当初は鉄のように固かった信念は揺らいでいく。そして、終着駅で選択を迫られた時に引く、劇場版第一作では、機械化されるというだけで択の余地はなかったものの引く、鉄尾は意志を固めることとなる。 機械帝国が崩壊した後は、英雄として、全宇宙に名をとどかせている。劇場版、第2作でも傷を負った鉄を助けたパルチザンミャウダーが彼の定期券に記載された名前を見て、どこかで聞いた名前だと思っていたが、俺は大変な大物を助けたわけだと発言しており、英雄視されていたことがわかる。機械の体をもらって死んだ両親の分まで長生きする。 という母との約束を果たそうとする彼の姿や他人のために力になりたいという他者への思いやりは周囲の人間を動かし彼を様々な窮地から救うこととなった。TV 版27は雪の都の岸も神では貧民街の少女雪にビスケットのかけらを渡したことで鉄を丸焼きにして食べようとした雪の母はそれを思いとどまり鉄を解放している。 時間上の海賊では、ニセハーロックの卑劣な罠にかかって、時間の流れの中に落下したが、その部下であるレリューズは、鉄男が男に捨てられた妹リューズを気遣っていた、ことなどから時間上を連れ戻し、最終的に、ニセハーロックを見限った。また、自分の身を提して、鉄男を助け、自身は粉々に砕け散ってしまった999号の、 ウェイトレスクレアの欠片を鉄尾が大切に持っていたことは、原作では大きな意味を持つこととなり、終着駅で鉄尾の危機を救うこととなった。プロメシウムの部下にして、クレアの母であるメノーは、そんな鉄尾を見て、彼を惑星を支えるネジにすることをそ、これにより、鉄尾の優しさに報いた。幼いうちに亡くなったと言われる彼の父親に関しては、鉄尾は母から、 機械の体を人間が飼うことに反対して殺されたと聞かされていたことが原作第1話冒頭で明らかとなっており TV 版第1話では過労死したことが鉄尾の母のセリフで示唆されているまた TV 版では第4話や第86話などの鉄尾の回想シーンでその姿が描かれており86話での描写は鉄尾の母の弁を裏付けるように働き詰めの生活を 送っている様子が描かれた。劇場版二作目ではかつて、ハーロックの同志で、後に、スタンスの違いからもとを分かち機械帝国側につき、瞬間移動能力を有する最強の機械化人になった、黒騎士ファウスと、声、エモリトールであるとされ、彼は、鉄をとの対決の後、はっきりと名乗ってはいないものの鉄をの成長を実感した言葉を彼に残し、その対決で、 負けはしたが、最後まで息子に対する思いは機械化人間になっても、変化していなった。鉄王息子とはっきり言ったのは大暗黒彗星、サイレンの魔女に飲み込まれる直前であった。プレイステーション用ゲーム、松本レイジ999、ストーリー・オブ・ギャラクシー・エクスプレス999、では、登場シーンこそないもののプロメシウムやその腹心である、シェード鏡のセリフでその名が言及されている。 また、トチローも、同ゲーム開始時に、機械白爵の帰り討ちに会いかけたローの身を案じた、メーテルに対し、奴の息子だ、案外しぶといぜ、と言って落ち着かせ、救助に赴いたが、奴とは名優だった、ファウストのことを指しているのをうかがわせる。彼については、アメリカの SF 映画、スターウォーズに登場するダース・ベイダーとの類似点が、よく指摘される。デザインについては、 経文社の、さよなら銀河鉄道39大百科及び、徳馬書から発売された、当作品のロマンアルバムにおいて、鉄男の父、ファウストをデザインする際、ダース・ベイダーを元にしたことが明記されている。その一方、その正体は父親であることについては、作品テーマの一つである少年から大人への成長、その過程での試練としての親子対決という、必然からのものであり、 ダース・ベイダーとの類似性については、全くの偶然であることが、LD ボックス内の解説にて、明記されている。なお、原作及び TV アニメに登場する、ガラクタを寄せ集めて作った自らの体を恥じて、暗黒星メフィストに隠れ住み、自分を見た者は全て殺すという、黒騎士とは、何の関係もないが、ファウスト、メフィストの名前はどちらも、ゲーテの擬曲。 ハウストの登場人物の名前に由来している。原作と劇場版では若干の差異がある。ここでは主に原作を元に記す。ハーロックは自分の名を語る偽物を倒しにやってきたようだが、鉄王を男と認めて、その始末を任せ、自身は何もせずに立ち去った。なお、TV 版では陰ながら、鉄王を見守り、彼が、 時間上に着くまで目立たない形で助力しているシーンもある。エメラルダスは999号を襲撃してきたことがある。ただし彼女の意に反してのことであり、実際に襲撃を指示したのは影武者用のアンドロイドで、本人は病床に伏せっていた。鉄尾がアンドロイドを倒すのを見届けると、再び部下を掌握して去っていった。元祖第四畳半王物語の主人公。 足立太ふの住む星、二十世紀の地球と告示しているを訪れた際、パスを盗まれ、彼の隣の部屋にメーテルと一緒に転がり込む羽目になった。鉄夫が押入れにサルマタの法則を学んだのはこの時である。また、プレイステーション用ゲーム、松本レイジ999では、男を挑んの大山翔太と共演している。漫画および TV 版のアンドロメダ編では、 トチロウとの接点は描かれていないが、劇場版第一作で鉄ツは、トチロウと出会い、惑星、ヘビーメルダーにあるデス社同号の中で、彼の最後を見取っている。病床で死に瀕したトチロウの指示で、鉄ツがスイッチを入れることで、トチロウの魂は、親友、ハーロックの上官であるアルカディア号の中央大コンピューターに転送された。漫画エターナル編では、生前の姿を模した。 コンピュータホログラムとして出現したトチローと一時行動を共にしている。TV 版では設定年齢10歳でキャラクターデザインは原作を継承している。原作及び TV 版の顔は TV 版土発性のエピソードでその星の住民からジャガイモのような顔と言われている。一方、劇場版1作目では設定年齢が10歳から15歳に引き上げられ、 母親の死からメーテルとの出会いまで5年のタイムラグが設けられている。それに伴って、鉄夫の性格なども10代の若者らしくな、ものを見る視点もメーテルに近くなっている。また、TV 版に比べて、瞳の大きさが目立つ、凛々しい顔立ちになっている。15歳に引き上げられたのは、TV 版のファンの年齢層が想像以上に高かったたである。また劇場版に、 青春ドラマの要素を盛り込もうとしたためでもある。見違えるような顔つきの変化だが、劇中回想の幼い頃の鉄夫は、原作、TV 版と同じ姿であり、成長した姿であることが描写され、団子花が特徴として残っている。また、時折目の形が、原作や TV 版のような形になるかとも、確認できる。劇場版三作目のエターナルファンタジーでは、 原作の漫画 TV 版を踏襲したものに戻され、銀河鉄道物語の OVA では、劇場版旧2作の大人顔を踏襲したものになっているほか、英雄視されている描写などもこの劇場版、第2作の描写を踏まえたものとなっている。松本の別作品、新記録、フェリーアイランダーレ例の表紙イラスト、少年が放射板及び大都社版には、 この劇場版の鉄尾に似た少年が描かれている。アンドロメダ終着駅に着いた時、原作と TV 版では鉄尾を機械の体にする理由をメーテルから聞いた時何もしなかったのに対して劇場版ではメーテルに対して楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。